まず最初に50-50、フロントサイド50-50グラインドを教えます。スタンスをお見せします。ほとんどオーリーと変わりません。自分の場合はオーリーがこういうスタンスなんですけど、このスタンスで50-50をします。やり方としてまず最初に覚えてほしいのが、段差の上り下りをきちんとできるようにしてほしいと思います。でそれができた後に次はグラインドをするとなると、スピードがやっぱ必要になってくるんで、あまり角度をつけすぎず、だからといってそばすぎてもあれなので、ちょっとしたアングル角度をちょっとつけて入るっていう風にしてもらいたいと思います。でその時は前を向いて、ちゃんと目標となるカーブをちゃんとも見て、でテールノーズっていう風にかけて、その時の視点は前を向いてね。で重心はきちんと板の真ん中に乗ってるような状況にちゃんと持っていってほしいと思います。で降りる時に関してはスピードが十分にないと降りれないので、そこのところはちゃんとスピードがあるようにしてほしいと思います。乗ってる時、グラインドしてる時の重心なんですけども、みんながよくやりそうなのが、怖いからつって腰が引けちゃうと絶対ずれ落ちちゃうんで、これは重心乗ってる時はしっかりお尻を中に入れる、まあ背筋を良くするって感じですね。でその時にちょっとつま先側に体重を乗っけると綺麗に安定して乗れます。これはボックスに限らずマルレールでもそうですね。でマルレールに関してはかかと側というか、この足の真ん中で力を入れて踏ん張るんですけど、ボックスの場合は結構つま先でバランス取っていった方が調子がいいかと思います。